皆さんこんにちは。今回は、宇宙ステーションのベース部分の開かずの扉を開ける方法。場所は今向かっています。ここですね。それではキーを3個集めます。1個目は、主制御部分へワープ。一緒に写真を撮りに行く？正面にいるワイルドアフロに何度も話しかけます。スターレイルのストーリーって結構暗い話多いよね。あんまりハッピーエンドな話を聞いた覚えがない。5回目でもらえます。次は、収容部分1階の西のワープ。入ったら、まずは左へ。調べます。青い橋をかけます。今見えた敵の横にある装置を調べて、再び戻ります。渡ったら、オレンジの橋を再びかけます。ここに白い橋ができたので、装置をもう一度調べて終わり。奥に宝箱あるので、お忘れなく。最後は、ベース部分の北東方面かな。目の前のイフリート倒したら勝手に手に入ります。金庫を上げてすぐということもあり強かった。槍色編というか、この辺の探索やっぱり最初の星5次第で難易度変わるよね。3枚目が手に入るとメッセージが来ます。以上です。ご視聴ありがとうございました。